何ヶ月も無の時は過ぎ去っていった。そして目覚めた。今がその時だと。また始めよう。新しい人生を。分かってた。心の奥底でいつも分かっていた。ただ周りに静寂が欲しかっただけ。自分の気持ちを知るために。ライアンとの未来は考えられなかった。あまりにも苦しい時を一緒に過ごしすぎた。忘れたい過去たち。彼も納得した。いつまでも待っていると言って。彼とは何かを感じたけど、それだけじゃ足りなかった。夜になると現れる。恐ろしい奴らが。これは悪夢だと言い聞かせるけれど、現実だって分かってる。一度開いたパンドラの箱は二度と閉じることはない。悪夢なんかじゃない。それはこれから起こること。もう二度も死んでいる。だから死ぬことなんて怖くない。